第3回目になります。カンニングだね。どうしてそういうこと言うの。アンチエイジング。なかなかいいです。どうぞ。皆さんこんにちは、山瀬理恵子です。福屋アンバサダーとしての明日飯開始しております。第3回目になります。福屋アンバサダーの山瀬理恵子です。福屋アンバサダーの山瀬理恵子と申します。夏真っ只中ということでですね、火を使わないお料理を皆様にご提供したいなと思っています。水菜、大葉、ミニトマト、ブロッコリースプラウト、かいわれ大根でも大丈夫です。クミン、リンゴ酢を使います。で、じゃあメンツナカンカを使います。ビンチョウマグロの添加されているものなんですけれども、動物性タンパク質が豊富、そして家ならではの、すいません、ちょっとお餅を。はい、それでは気を取り直しまして、今回使うのはメンツナカンカンですね。タンパク質が豊富ですね。タンパク質っていうのは骨とか筋肉とか血液を作ります。そして、タンパク質の代謝を促すビタミン B6 も豊富ということで、これを使って、サラダを作っていきます。じゃあいきますか。はい、いきます。ちょっと待って、水菜のチェックだけ。ちょっと待ってね。カンニングだね。どうしてそういうこと言うの。ミスしたら困るでしょ。ではですね、水菜をカットしていきます。三大抗酸化成分、ベータカロテン、ビタミン C、ビタミン E が含まれていて、でポリフェノール類も豊富ということで、アンチエイジング。アンチエイジングのポーズなの今。そうそう、熟女のアンチエイジング。大葉をカットしていきます。驚くほどのミネラルが豊富な緑黄色野菜、香り成分も素晴らしい。ペリルアルデヒドですよ。抗菌作用、殺菌作用、夏場の最適食材ですね。トマトなんですけれども、まあ、食べやすい大きさ4等分ですね。ここですね、このゼリーとか皮の部分にですね、栄養価が豊富です。リコピンとか旨味成分のアスパラギン酸、グルタミン酸が入っています。アミノ酸がここに凝縮されてるので、まな板とかによくこぼれると思うんですけど、すくってね、ちゃんといただきましょう。これスプラウトなんですね。ブロッコリーのわかめです。スルフラファンという抗酸化作用のあるもの、そして抗糖化作用のあるものが入っています。できるだけ生の状態で、そしてよく噛んで食べることが栄養の摂取ポイントになります。あ、結局何も しないのね。え、何もしません。入れていくだけですよね。これもこれだけで美味しいんで、正直これでまとまってるんですけれども、ここでアクセントを入れるのがポイントです。リンゴ酢、このリンゴ酢を使って映さないで、恥ずかしいから。だってさっきからさんさん映ってるじゃん。いや違うの、外カメはあんまり綺麗に撮れないの。インカメじゃないとダメなの。私ダメなの。リンゴ酢、これ華やかになりますよね。このリンゴ酢を使って味付けをしてみたいと思います。リンゴ酢、その後クミンですね。これはエキゾチックな香り、イメージとしてはカレーパウダーの香りですね。食欲増進効果があったり、消化促進効果がある、抗糖化作用がある食材になります。これ以外に抗糖化作用のある食材、ブラックペッパーですね。はい、こちらです。これシナモンですね。あと生姜とかニンニクもそうですね。で、皆さんもよく飲まれる緑茶です。はい、あとはカモミール、これ豆乳とか牛乳とかとの相性もいいので、旦那さんがよく眠れない時にもよく使ったりするんですけれども、これも抗糖化作用があります。あとはドクダミ茶があるかな。ドクダミはこの辺ですね。普段から整理してないからパッと分かんないですね。こういうこと多いですよね。あとはですね、これ見えないですけど、これ柿の葉なんですね。柿の葉茶、これこれ柿の葉ね。こんな感じです。よく飲んでますよ。ちょっと苦味、タンニンが入ってる。どうすんのそれ。
袋の中戻せよ。え、もったいないじゃん。こんな感じでした。ちょっと紹介を済ました。塩と、はい、胡椒、ちょっとかけてもらっていい？オッケー。はい、こんな感じで入れるとちょっとアクセントになっていいと思います。それでは完成です。できたー。美味しそう。簡単。何ですかそれ。なんか夏祭りですか。今の季節にぴったりの服装かなと思ってお似合いです、うん、では、はい、食べてみてください。ではいただきます。はい、うん、美味しいですね。なんで笑うの。なんかおかしなこと言ってないでしょ。よかったです。メンツナの、まあ、辛みというか、うん、ちょっとしょっぱみと、うんうん、リンゴ酢が合う。合うんですね。クミンの風味、うんうん、もういいね。アクセントになってるというか、うん、一役買ってて、うん、これがカレー粉だったとしてもいけると思うんですけど、はいはいはい、あとトマトもいい、まあ、ピリ辛な部分もあるから、うん、トマトが入ってるとその分少し水分もあるし、うん、みずみずしいですね、うん、落としてよ。まあ、あとはやっぱりこのメンツナカンカンのクオリティですよ、うんうん、元々のね、うん、それでそのまんま食っても美味しいし、うんうん、いろんなものにあえてうまさを引き出すっていうのもできるから、うん、まあ使い勝手はめちゃくちゃいいよね、うん、なかなかいいよ。なかなかいい出ました。メンツナカンカン今日使ったんですけど、プレミアムというのもありますし、そしてですね、辛口ですね。これでも試作したんですけどちょっと辛かったんで、辛口カンカンの方を使う方は1缶じゃなくて2分の1缶ぐらいでもいいんじゃないでしょうか。ぜひお好みの味でお試しください。はい、はい、それではまたね。これで終わるよ。またね。